高コーナーズ記念碑のユタ州部分はサンフアン郡内にある。サンフアン郡はアメリカ合衆国ユタ州の南東部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は14,746人であり、2000年の14,413人から2.3%増加し、郡長所在地はモンティセロ市であり、同郡で人口最大の都市はブランディング市である。 1880年に設立され、軍名は、ヨタ巡州議会が、サンフアン側にちなんで名付けたものであり、サンフアン側そのものは、スペイン人探検家が、セイヨハネにちなんで名付けたものだった。サンフアン軍は、インディアンの人口が過半数となる数少ない軍の一つである。古代プエブロ人のハウスオンファイアの遺跡アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は7993平方マイルであり、このうち陸地は7820平方マイル、水域は113平方マイルで、水域率は1.42%であり、面積ではユタ州最大の軍である。人口密度は1平方マイルあたり、およそ2人である。軍の西と南の境界は、コロラド川とサン三アン川によって、 深くえぐられた峡谷である。周辺の砂漠の満層を切り抜いた支流の峡谷が、深淵、崖及び大地を形成している。群域の中央に、シーダーメサ、コームウォッシュ、ナチュラルブリッジズとホーブンウィープ国立保護区がある。特に、キャニオンランズ国立公園が有名な場所である。グレンキャニオン国立レクリエーション地域とパウェル湖の東部も群内に入っている。山は多いが、 中でも、ブルー山の標高は1万2千フィートに近く、ラサル山は1万3千フィートに及ぶ。山岳部は青々とした森林で覆われており、低地の景色とは対照的である。群内の標高は、ラサル山からパウエル湖の3千フィートまで変化し、その標高差は1万フィートにもなる。地形は深く、目を見張るような峡谷、赤い岩と山岳の草原。 砂漠及び上緑の森が特徴である。町は北のラサルから南のモニュメントバレーまでアメリカ国道191号線と道163号線に沿って南北軸に連なっている。アメリカ合衆国で唯一の現役ウラン加工プラントがブランディングの町で運転されている。デザートクリークとイズメイフォーメーションでは多くの石油とガスの鉱脈がある。 サンフアン軍は14の軍と接しており、その数はアメリカ合衆国の軍の中で最も多い。以下は突起ない限り2000年の国勢調査による人口統計データである。サンフアン軍は1936年のフランクリン・ルーズベルト以降民主党の大統領候補を支持していない。しかし、インディアン人口の構成比が高いことと経済不況のために州全体の選挙では、 競合が幾分激しくなっている。三ア安軍は1988年と2000年の知事選挙では民主党候補を選んだが、州全体では共和党候補が当選した。国政選挙でもユタ州兵器により共和党候補の得る得票率が低い。 例えば2004年アメリカが州国大統領選挙で、ジョージ・ W ・ブッシュは、サンフアン軍で60.02%を得たが、州全体では71.54%を得ていた。軍内の詳細 ABQUICKFACTS.Census.GOV、サンファンカウンティアクセスと2011年12月6日、アメリカンファクトファインダー・モンテセロ、ユタから。 アクセスと2011年12月6日、ファインド、A カウンティ、ナショナルアソシエーションオブカウンティーズ、http コロンスラッシュスラッシュ www.naco.org スラッシュカウンティーズスラッシュページーズスラッシュ fintacounty.aspx2011 年6月7日閲覧アメリカンファクトファインダーブランディング ユタアクセスト2011年12月6日、センサス 2000US、ギャザティアファイルズ、カウンティーズ、ユナイテッドステーツセンサス、2011年2月13日、閲覧。ありがとうございます。